私の興味っていうのは、人間の知性っていうのは何かコンピューター上で表現できないか。私の研究内容は人工知能全般です。で、最近はですね、AI をうまく使ってどうやって社会システムを制御していくのかっていう、そういうようなことに今興味を持ってます。マルチエージェントシミュレーションというのは、エージェントっていうソフトウェアですね、をいっぱい作るんですね。で、ここで言うエージェントっていうのは、自分の意思で行動するソフトウェアのことで、そのようなエージェントが多数いた場合にどうなるのかっていうのをシミュレーションするっていうもので、そうですね、応用分離やっていうのはいろいろあります。一つのエージェントが一つの人だったり AI だったり IoT っていった機器だったり、そういうものをとして見なすことができるので、世の中のあらゆる社会システムの評価に使えます。割とマルチエージェントシミュレーションというのは文系の社会科学者でも最近は使われている手法で、プログラミングが比較的しやすくて敷居が低いということで、本学に入ってくる修士の大学院にもちょうどいいレベルなので、そういう題材を扱っています。やっぱり何に役に立つかっていうのをやっぱりビジネスマンとか社会人とか考えると思うんですけど、どちらかというと私の興味っていうのは人間の知性っていうのは何か、それをどううまく計算機上でコンピューター上で表現できないかっていう、そういうところにもともとは興味がある。 でも結果的にはいろんなところに応用ができてるっていう、そういうような感じです。創造技術コースっていうところはですね、もともとデザインとエンジニアリングの融合する分野で、幅広く新しいものか、あるいはことですね、ことっていうのはビジネスとか社会システムとかそういうことなんですけど、そういうものを作り出していける人が、育っていけばいいかなと思います。本学の場合は社会人の学生さんが多いです。で、社会人の学生さんで本学に来られるということは、何かしらのきっかけがあって勉強したいっていう、そういう気持ちで来られると思うんですね。そういう気持ちを大切にして学び直しをしていただいて、それをできれば自分の仕事、あるいは将来の仕事に生かしていただければと思います。